どうも、エルザです。それでは、ペーパーマリオ折り紙キングやっていきたいと思います。さあ、戻ろう。ミニゲーム楽しかったけどな。金の力で勝ったね。てか、キノピオの金への執着心すげえな。左。よし、着いたー。海原タワー。よし。海原タワー来たね。じゃあ、はめていきましょう。さあ、知恵。あ、これが知恵か。知恵。勇気、これが力と。おー、開いたねー。ここ入り口だったのね。全然気づきませんでした。中に入れば上に登れるかもしれません。早速入ってみます？入ろう入ろう。おー、すごい。水と火と氷に土も神様が勢揃いですわ。皆さんお元気でした？あれ？これ作り物か。そうだね。勢揃いだね。水、土、氷、ヒト。でもなんでわざわざって感じだよね。まあ4つ揃ってないと来れないよっていう意味もあるんだろうね。おお、アクション系。1箇所だけ、これだけだね。戻らなかったね。次、あそこ行きたいね。意外と行けた感じもするな。ほい、行けた。神ゲット。あー、ハートの器がある。え、土神様のお顔が半分こ。半分こで2つ？お顔が真っ二つに割れちゃってる。上では水神様が片目でウインクしてる。これってどういうこと？ああ、全部、戻せということかな。さあ、キラシッポゲット。調べる。何か食べてる。そんなに美味しいのかしら。特にって感じか。とりあえずばらまいて。あ、てめえ、よくも。大体君は何か取っていくね。追っかけましょう。すごい残念そうな顔してたけどね。さあ、これで動くようになった。ドンとトン。あ、結構髪いるね。なんかこういうのは懐かしいね。確かに土神様の時に。おお、おお、オッケー。あったね、こういうのはね。戻れない。で、剥がす。そこは特には出てこないか。さらに奥行ったね。待て待て。おー、懐かしい。水神様。ということは、何かあるかな。
うん？おお、いい感じ。じゃあ塞いで、でもそこは空いてるから多分来るね。よし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 、はい、ゲッチュー。赤の玉、カニさんが持ち逃げした赤い玉、水神様の像に返してあげよう。そうやね、返してあげないと。下の2つは顎がね、割れてるもんね。さあこれで戻れる。ちょっとね、紙が足りないのよね、折り紙がね。はい、持ってきたよ。しょんぼりしてます。何あげます？じゃあこちらどうぞ。おお、凛々しくなった。ん？それで水が流れると、そうすると、おお、顔がくっつく。あ、これのこと言ってたのね。割れた丘が合わさりました。土神様嬉しそう。この顔のこと言ってたのか。全然何のことか分かんなかったんだよね。さあ道はできた。おお、めっちゃ高そうやな。さあコインゲット。ほい、はあ、はあ、マジで普通に金の亡者。100コインのためにね、ライフ13を使うっていう。よし、行こう行こう。あ、てか、もう一回ジャンプしたらよかったのかな。よし、行こう行こう。お？めっちゃテープで貼れてる。嘘、キノピオさんが貼り付けの刑に。でも何にも見当たらないでさ、どうやって貼り付いてるの？テープテープ。あら、よく見たら透き通ったテープ貼り付けられてるみたい。キノピオさんの恥ずかしい姿が丸見えですわ。これはかなり恥ずかしいかも。恥ずかしいのか。いやー、セロテープか。お、氷と火。氷神と火神様にらめっこしてます。どちらが勝つのかしら。歯が丈夫そうだから氷神様か。うん、氷神様かな。そうか。グロスはね。さ、2回できるね。戻しの回しで OK。 ブーツでいけるでしょう。でハンマーで叩いて終わりと。ブロス戦が大変そうなんだよな。紙を、イエーイ、紙ゲッチュ。ほう、火が弱あ、やっぱ無理か。さあウェーブバトル。土神様か何か出てこないかな。やっぱ出てこないか。3か2回か。ああ、そっか。え、2階でいけるね。はいはいはい。よし、これで
キラキラハンマーで行こう。よし。ドン。39。これはでかい。ダメージを食らいたくないから、とりあえず。グレートでも37。いや、めっちゃ強えな。で、戻して、こう。よし。じゃ、次は、追い投げじゃちょっと弱いんで、キライアンでやってみようか。いい感じ。さあ、もう一回。1、2、3、4。さあ、無傷。ウェーブ戦の無傷はでかいね。イエーイ。あ、キノコも、キノコもありがとう。ほい。多分、あ、いけそうだね。とりあえず。お？あっち側もいけるのか。よし、じゃあ、ぐるっと回って上だね。でもこれどうやって上上がるんだ？いや、降りれたね、意外とね。降りて、危ない！なんでジャンプしたんだよ。いや、それ痛いわ。敵を並べろということで、こうかな。キラーイアンで踏んで、で次ハンマーだね。壊れたね。早かったな。キラアイアンでちょっとダメージ高いのね。キラキラで潰すか。強すぎる。よし、じゃあ装備変えますか、せっかくなんで。アイアンブーツ、これ壊そう。ハンマーがな、ポイが入るんだよね。キラポイになるんだよね。次は大丈夫。危ない危ない。よしよしよし。先にこっちでいいのかな。後回しっぽい気もするね。よし、戻ろう。いや、そんなこともなかった。超かわいそうやな。ほい。ドン。え？ドンドンって倒して、出だしした。綺麗に落ちたな。で、とりあえずあそこに行きたいわけよね。あ、滑るね。あー、ちょっと待っ、あー、行けなくなってるね。まあいいか。コイン取って、どんどん、どん
ドン。結局同じになるような気はするんだっていう。どう？そうだね、ここで止まるもんね。結果ね。危なっ。これどうやってやろうかね。多分これで滑っていって、飛び乗るんだよね、多分ね。ジャンプでいけなさそうだもんな。さあ、元通り。で、よし。よし、はまった。いけた、いけた。基本的にやっぱ穴があったところは重大だね。よし、滑れよ。滑れない。あら、そんな滑る必要なかったの？そうか。ただ、穴を閉じるのを頑張っただけって感じだね。ふっ！ダメじゃん。いや、やっぱ必要そうだよね。これ、戻るとどうなるんだろう。もう一回氷出てくるのかな。いや、出てこないね。あ、はい。こういうことね。見えなかった、その氷が。ほい。うわぁ、懐っけー。あ、違う。なんでだ？順番通りじゃないとダメなのかな。あ、やっぱ順番通りじゃないとダメだね。はい。めんどくさいなー。あ、左か。左か。え、多分ごそってなくなる。順番通りだったんだね。ほい、クリア。一発クリアだね。
いやー、相変わらず苦手が多いね。まあでもこういうのはダラダラやるのが一番気持ちいいかな。さあ、神の手。これを引っ張ると、あー、牙が。あれは氷亀様が全く歯が立ちませんでした。氷亀様の、日亀様の勝ち。だいぶメンタルに来てるな。さっきの失敗が。特に奥はなしと。いやー、落ちてしまった。この花瓶は壊れるね。さあ、これで、うわー、めっちゃ貼られてる。さあ、ブロス君と戦闘だね。完成。多分キラーイアンじゃないといけなさそうな気がするんだよね。さあ、もう一回。さあ、900でかいね。1000もらえると一番いいけど。よし。さあ、穴はすべて完了と。いやー、めちゃくちゃ貼られてるな。これどうやって助かるんだろうね。お、お前か。キラーイスでどうだろう。やってみようか。そんな感じだよね。そしたら、でかいあいつがめちゃくちゃ邪魔なんで、これでダメージも見てみようか。いや、なかなかやなーってことは、こうだね。3体残ってしまったねー。まあ、どっちみち3体残るような感じか。おお、1人消えた。なんちゅうひどいこと。じゃあ、アイアンブーツで24か。まあ、それなりにダメージになったね。ノーダメはダメやった。倒した。何体出てくるんだろうかな。さあ、セーブ。ということはボスが出てくるか。さあ、今回のボスはあいつだね。おお、てっぺんについたかも。こりゃあやっぱ高いですわ。あ、あった、紫テープ発見。あ、へえ。こういう風になってたんだね。でもどうやったら取れます？そしたら、まあ、とりあえず近づこうか。
おうおうおう、なんかヤンキーみたいなの来たな。やっぱセロハンテープか。いきがり貼り付けや、セロハンテープ。まあちょっとだいぶいきがってましたね。そこの兄ちゃん、お前がマリオってか。氷神のカエコちゃんはおとなしくお兄様のところへ帰ってねんねしな。紫のテープをやる気か。俺っちもテープだぜ、粘着するぞこら。どうしたんだろうねこの子は。これまたなんだか騒がしい人が出てきましたわ。キノピオさんたちを貼り付けたのもあなたのですわね。道理でベタベタ慣れ慣れしいわ。ベタベタなりよ、慣れ慣れしい。はぁ、上等だよ、やってやるぜ、覚悟しな。言うとき言うよね。確かにね。どこ攻撃しよっかね。へへへ、ちょっと私、楽しませてくれよな。さあ、どっからでもかかってきな。そんな喋り方せんからむずいわ。パネル少ないよね。くるくるっと回って、うん、これでいってみよう。さあお宝、あーなんか出てきたね。箱の中からパネルがいっぱい。ってことは箱を開けないとダメってことか。おうおう、俺っちゃ片付けといたゴミを散らかすなよ。んー、とりあえずハンマーでやっとく。様子見。あ、ひびが入った。テンポ。下がってとりあえず、紙の手も使ってみようかな。あ、もう一旦待ってみるか。普通に叩いてみよう。じゃあ他のキラハンマーとかだったら、おお、ひびが入ってきたね。さあガード成功。全然ダメージは食らってないね。こう行って回って、さあ四方から叩いてテープ台すべての部位を壊せ。まず壊すことからか。そしたらハンマー、もう一回ハンマー。あー、ボロッボロなったねー。
ちょっと火の鳥使ってみるか。火神様ね。いや、全部しまわれていくんだね。さあ、アクション。どうなるんだろう。なんかそんなダメージって感じじゃなさそうなんだよな。おお、全体にダメージか。それはでかいね。そしたらぐるって回って、そうね、ぐるって回って取って箱開けて、これでいくわ。2回攻撃できるとかなりスムーズだね。マリオカート使ったパネルはテープがこすり宝箱に入れているらしい。まあ掃除してたもんね。お、はい、ハンマーでドーンと。さあ、あと2つ。あとは、宝箱欲しいよね。いや、まだいいか。スイッチオンだけにしとこう。さあ、ハンマー。あと1回ずつかな。さあ、いい感じに削れてきた。こうなってくると、単純に日神で終わらせようか。はい、全部開けて、でオンスイッチもこれで出たはず。さあ、ブレス。あ、でも問題はその本体だよね、テープ部分。うわーって大爆発やね。おうおうおう、おお、あ、その前髪っぽい感じいいね。まだいたの。横も横も俺っちの大事な大を大を大を。バイク的な感じかな。よっしゃ、こうなら喧嘩上等だ。へえ、あれ。そうだね、髪決めたかな。俺っちにこの地獄のギザギザを使わせたろうな。マジで行くぜ、よろしく。そうか。うわー、すごい突っ張ってます。突っ張りさんですわ。さーて、そろそろ行くぜ。覚悟しな。行くぜ、ぶっちぎり。お、もうテープが。どうよ、回りまくりだ。おらおらおら。テープで地面を。派手な動きの割になんか地味な攻撃ですわね。言うな言うな、そんな言うな。かわいそうじゃねえか、そんな言ったら。
でいけるかな。あ、テープの上は特に問題なしだね。だったら回復して、掴めるかな、いきなり。そう、持ち上げて。ドン。お。さあ、引っ張り出そう。めっちゃかわいそう。さあ、引っ張った。勢い余ってマイクに当たるね。痛い痛い痛い、それは痛い、それは痛い。さあ、張りまくり。ああ、縦の動きができないとか考えたらちょっとめんどくさそうだね。それじゃあ。ああ、やっぱそういうことだね。そしたら、もういきなり下に行けるようにして。ああ、はあ。そしたら横行って下、これ行くんでしょう。はあ、考えたね。とりあえずオンスイッチだけ踏むか。ガッチガチだもんね。かスイッチだけ押すか。さあ、ギザギザテープ。さあ、貼りまくりね。地味にめんどいっていうパターンだね。ひがみ様呼びてえな。一緒に動くんだよね。動いて、ずーっと行って、宝箱開けて、これでいくか。さあ、開けて、ひがみが手前来た。ハマーにしよっか。多分テープでも、いけそうな気はするね。テープっていうか髪の毛ね。いくか。ひがみがあるってことは何か攻略する方法はあるんだろうけど。ちょっとマリオさん、この地面のテープ嫌がらせひどくないですか。これ一気に消したらすっきりするんだけどな。そうだね、すっきりはするね。使えよって言わんばかりのコメント来たんで消しちゃいますか。神の力、燃やすだけ燃やしちゃいますか。なるほど、テープって火で燃えるんですわね。マリオさん、ナイスファイヤー。さあ、敵のアクションは。さあ、ガード成功。張りまくりはするんだよね。あ、横回りだったらまだいいかな。
下行く、下行って、抜けさせて、取らせて、あー、そうだね、足りないよね。神の手あったね。はい、か。まあ結構ガードがしやすいのは楽だったね。あー、そういうことね。テープつけていくとライフも減ってるんだね、自分でね。だから燃やしてライフ一気に削った方がいいという感じか。さあ矢印をつなげろ。ぐるぐる回ってますか。ああ、なるほど。わかったわかった。そしたら、ちょっと燃やすか、一回。ちょっとめんどくさいしね。燃やして、テープで動かせないけどなかなかだね。氷は壊せるけど、その差がいまいち。さあ、燃やしちゃい。さあ、どんどんテープが細くなってきたよ。さあ、これで、オンスイッチ押して、もうこれで決めようか。さあ、炎に弱いぞ。知ってる。さあ、オンにして、締めていこう。さあ、持ち上げて、ドンと。さあ、これで終わり。さあ、髪の手フィニッシュ。OK ですね。あー、痛え痛えよ。助けてくれ。もう粘着しねえよ。通過できねえよ。オリー様、なんとかしてくれよ。あ、俺っちもしかして。そういうことだね。お、これで？でもさ、飛んでいくよね。ま、紫テープ壊しますか。ドーンと、ドーンの、ドーン。さあ、クリアです。紫紙テープ、クリア。さあ、残すは緑のみ。袋も、さらに大きくと。さあ、って、これで残りの紙テープは、あと1本のはずですけど、最後の紙テープは一体どこにあるのかしら。想像もつきませんわね。上に続いてるか。そもそも最後のテープは何色だったかしら。赤も取ったし、青も取ったし。緑の紙テープ。
絶対見えてたよね。わあ、上上、雲の中まで伸びてますわ。すごいな。でもあれはどうやって追っていけばいいのかしら。私、あんなに高く受けないし、マリオさんのジャンプでも絶対無理そう。どこかにヒントでも書かれてないかしら。そのヒントはこの下だね。はい、ということで、今回ここまでにしましょう。次回はここの謎解きする感じかな。なんかそんな感じだよね。謎解きして、またさらに次に行きたいと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは、また次回お会いしましょう。ほんちゃー、またな。